どうも、もったいない代表の吉原です。本日3回目となります高圧洗浄機についてご説明したいと思います。本日は以前の動画で家庭用の高圧洗浄機をご説明したと思うんですが、業務用の高圧洗浄機をご紹介したいと思います。業務用の高圧洗浄機は2つに分けられます。まず1つ目が100ボルトの電源と、そして200ボルトの電源がございます。この100ボルトの電源と200ボルトの電源の違いは何かと言いますと、パワーが違いますし、まだ耐久性が200ボルトの方が非常にあると、このように言えると思います。もったいないんでは宅配の買取も行っております。ぜひ不要になった高圧洗浄機や電動工具、機械、少しサイズ的に小さいものですね、こういったものであれば全国どこからでも買い取りますので、ぜひ宅配買取の方を、ご利用ください。宅配買取では、当社のホームページのお問い合わせフォームがあります。そちらからご連絡いただくか、LINE アットも実施中でございます。 LINE アットに、お友達登録をしていただきますと2つのクーポンがもらえます。また LINE アットでは簡単で非常に便利な無料 LINE アット査定も行っております。ぜひご興味があればそちらの方からでもご連絡いただければなと思います。よろしくお願いいたします。